もうね、俺びっくりしようやからやめてくれって絶対言うねん。例えばドライヤー俺をこうやってる時、急に現れて話しかけてくる。何回かドライヤーもう壊しかけてるからね。バーってやってたら今日の番号でうわーってなってドライヤーガッシャーンやって、いや何回も言うてるやん。ドライヤーとかやってる時は物音が聞こえへんから話しかけないでって何回もお願いしてんのに毎回すんねん。でわざとじゃないって言い張んねん。用事があったからって言い張っててね。ほんである日こうドライヤーで見てた頃、鏡でこのドアの隙間見えんねん。ある時もう試しにやってみたので、ドライヤーずーっともう乾いてんのにずーっとやってて、そしたらさ、このドアの隙間からさ、この人がこうやって来てるのが見えてやっぱりやないかー言って見てたわ。かわいい。やっぱり渡ってやないかー言って見てたんや。見えてたわ。そのうち死ぬで。あ